これちょっとちょっとちょっと間違えてるよ、間違えてる。今日ちょっと待って、確認確認、今日マスク来た、マスク来た。お願いします。間違えちゃう、みんな食べちゃう、よいしょ、よっしゃ、塗りましたね、塗りました、いけ、ワカサギ。すごくない、たまたま今年、はい、ワカサギ、チョベリグのワカサギ作ったらさ、いや本当ですね、ワカサギ多かったってことですね、琵琶湖がワカサギ湧いてさ、まあ全国ワカサギレイク多いけどね、もちろんもちろん、うん、多いところ、まあそういうワカサギレイク全般、はい、ワカサギ食ってるバスにそのなんていうのかな、食わせとして、うん、よりそうですよ、ね、釣るためのチョベリグワカサギみたいな、ワカサギ、そんな感じ、チョベリグ、チョベリグ、もうなんか名前がいいですもんね。いやいいよ、名前がいい、いやザップの商品名前いいの多くないですか。あ、ほんまですか、ありがとうございます、僕が決めてるんで、いや名前がいい、はい、名前は大体僕が決めてる、名前がいい、やっぱだってあの派手でいいとかもそうですけど、あ、言いやすい大事、そう、言いやすいの大事ですし、覚えてもらいやすいのも大事じゃないですか。でも最近のヤングジェネレーションは、はい、チョベリグとかチョベリバとか意味わからんねやろな。いや、わかんないですね、きっと、うん、だって泣いたとか言いますもんね。え、泣いたとか言うんや。え、マジそれ泣いたみたいな。ああ、それ最近、悲しいとかそういう感じのイメージ。あとパオンみたいな、パオン、ピエンの最上級パオンみたいな、やばくないですか。いや、よう分からんね。いや、分かんないですよ。だから、まあ、釣れた、ピエンはどういう時のピエン。ピエンはカッコ泣きみたいなイメージです。あ、ちょっと悲しいことが起こったら、悲しいことがあって、あ、今日雨か、ピエンみたいな。あ、そんな感じ。そうそうそう、うわ、バレた、ピエン。あ、じゃあ、あんまピエンは釣りにおいてあんま良くないね。良くないです、良くないです。そういうことか、ピエンは。良くないです。え、パオンは、パオンはもう目の前でバレた、うん、うわマジパオンみたいな。あ、だから遠くでバレたのはピエンやけど、そう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 、バスが見えた状態でバレたらパオンなんや。パオン、パオン最上級なんでね。あー、知らんかった。いや、私も最近知った。私も全然知らない、知らないんですけど、そんな感じらしいです。そんな感じなんや。そんな感じらしいです。なんでパオンにならないように。え、そのちょっと弱いやつは何なん。ピエン、いや、ピエンよりもまだちょっと、はい、もうちょっとマシなやつ。マシ、マシ、え、なんでしょう。え、わかんない、わかんない。あ、ちなみに、はい、これ畑、天才アングラーが一人いるんですけど、はいはいはい、あの大輝っていうんですけど、彼は、なんかやらかすやん、例えば、うん、ジュースこぼしました、はいはい、じゃあガビーンなんですよ。ちょっと待って、何が、何が、ガビーンは昭和でしょ。いやいやいや、うちの息子はガビーンやで。ガビーンは昭和じゃないですか。まあまあ見本が、あの、果たす、そうそうそう、ほんで、ほんで、俺が教えたわけじゃないねんけど。あ、そうなんですか。そうだから、持って生まれた、すげえ、そのワードセンスでガビーンを生み出してんねんけど、はい、だから辛いことが起こったらガビーンやねんけど、最上級が起こった時、はい、何ですか。ガビギョーンやん。かわいい、かわいい、ガビギョン、かわいい、ガビギョンやん、もう使おうかな、ガビン、ギョン、ガビギョンやん、ガビギョン、やばいですね。そうやで、うちの息子ガビギョン、だからなんかもう最強。例えば、編集しててトークでガビギョンって聞こえたら、はい、やらかしてるとか、そういう。すごいな、もうあの年にして言葉を作る。そう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 、いや最強ですね、すごいな、ガビギョン、かわいいな、しかも、うん、父ちゃんガビギョン言うなよ。
だからブレディを最初に作るときは、はい、このボックスからも生まれたみたいな。あ、こちらチョベリグワカサギ、チョベリグワカサギということで、このラメがやばい。そう、ね、昨日キラキラってなるやつ、うんうん、あれが、何、どうしたの、ワカサギ臭、本物っぽい、本物、めちゃめちゃ本物っぽいです、マジで。だって本物から、すごい魚触ったような匂いしてる。ワカサギカラーのワカサギ中にワカサギの匂いつけたらもうこれワカサギやから、ね、本物、そうやで、釣れるわ、すごいで、あ、もうこれ釣れたわ、すごいで、これ天ぷらにしたらもうあれと一緒やから、ね、それはやばい、一緒やから、それはやばい。